ね、これ何？あ、これね、今からお絵かき対決しようと思ってるんだよね。お絵かき対決って何？いや、あの、アートって人の心を幸せにするもんだと思うんで、はい、私ね、ムニパパの絵って人を幸せにする力をすごい持ってると思ってて、はい、え？ムニパパの絵のファンなの。なんか大好きなの。それを皆さんにも見ていただきたいなって思っているので、今日はパパと一緒にたくさんお絵かきをしたいなっていうふうに思います。俺絵苦手だよ。苦手とかじゃなくて、絵は人を幸せにするかしないかだと思う。いや、ムニママ絵が得意だからいいけど、俺はちょっとそれ得意分野じゃないな。ジジは絵とか好きですか？絵は嫌いじゃないけど、俺見たことないわ。そう、絵は描かないからね。でもこう、なんて言うんでしょうね、癒されません？いいじゃない、そういう趣味は一番。ムニマも描きますね。いっぱい点々描きます。一緒にね、お絵描きの時間を楽しみたいね。みんなで絵を描いて楽しむのはいいと思います。はい、対決しましょう。対決はちょっとよくわかんないけど。何の絵を描くの？ムニオの好きなニャンニャンとワンワンと、今食べ物好きじゃん、すごい、うん、だから鳥か。それをあの一緒に描いてムニオに喜んでもらおう。犬と猫ってなんか描く内容一緒だけどな。ジージ、犬と猫って違いますよね。ほら違う、ほら違う。胴体一緒だよね。犬と猫の胴体一緒ですか？全然違うって言って怒られちゃう。強いて言うなら耳と鼻も一緒だしな。ニジ、耳と鼻一緒ですか？違いますよね。違う、全然。いや、大体自分が何かけるか分かるんだけど、鼻はもう一種類しかかけないの俺。鼻は一種類でも、いろんな鼻があるじゃん。ムニママあれキングダムとかめっちゃうまくかけんじゃないの？水墨画得意じゃん。めちゃめちゃ合うと思うよ、武将と墨絵って。いかついよね。キングダムの王騎とか書いてよ。あ、好きなキャラだし、ね、ファンだし、え、描こうかな。なんかあんま覚えてないけど、うん、じゃあムニパパも描いてよ。これの俺やばいよ。てか俺の絵知ってるでしょ、だってなんか幸せになった。いや、やばいって。マジで、いや俺これマジ本当に恥さらしで。モーニモーニモーニオということで、今から2人で絵を描いていこうと思います。マジかよ。はい、まず猫描こうか。猫です。ムニオの大好きな猫描こう。ムニ、ムニちゃん猫描くって。制限時間は1分ね。大丈夫？わかりました。よーいスタート。はい、どうしたの？これわかんない。目がなぎってる。プー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 終了。怖い。ムニママの猫がこれです。うまいよね。猫、いやムニちゃんこれ何？猫だね。猫。じゃあ次、ムニパパが描いた猫です。思った以上にうまくできた。鼻巻き棒みたいな。ムニちゃんこれ何？え、怖い。ジジどうですか？うまいよ。あ、ありがとうございます。お前は？お前は？ひどいな。でも確かにね、不思議の国のアリスとかね、なんかね、確かにね、なんかお化けみたいな。お化けだって。これ爪描き忘れたんだよ。あーなあムニちゃん、爪描いたらもっとな。じゃあこれは視聴者の皆さんにコメント欄で投票してもらいたいと思います。どっちの方が上手に描けたでしょうか。コメント欄でお待ちしております。人を幸せな気持ちにさせた方が勝ちだと思う。でもあえてこの遠近感を平らで表現してるってところはピカソみたいだなって思うし、これしか描けないんだって。だからムニちゃんいい？これ何？それ何？これ怖っ。モーニモーニモーニオ。はい、では次のお題何でしたっけ？次はね、ムニオの好きなワンワン、犬です。犬ね。じゃあこれも制限時間1分かな。うん、1分。3、2、1スタート。ちょっと1分でしょ。うん、1分。これは犬は種類多いよ。え、犬と言ったらもう柴犬でしょ。あー、もうみんないろいろあると思う。ちょっと待って、こっから犬ってどんなんだっけ。なんならあなたが一番ペットショップ行ってる。いや、そうなんだけど、犬飼いたいからね。ペットショップいっぱい行ってるもんね。ピッキーコッキーちゃん。
チッチーンって音してるけど完成。あのやらせとか言われるの嫌なんで先に言っときたいんですけど、これマジです。本気で勝ちに行こうと描いたらこうなるので、ムニーパパの絵の才能は底辺以下のゴミ以下の下水。じいじ来てください。完成しました。今度犬が来ましたよ、じいじ。どんなにどっちがムニパパのでしょう。もう黙って一目瞭然。唯一ミスってしまったのは人間の耳を間違えて描いちゃった、うん、はい。まちゃん、そっちはこれ何かわいいね。なーに、ね、4本だよね。犬。これが怖い。これが怖いそれが怖すぎる。こっちはこっち。ひどい。ひどいね。ムニママの描いた犬とパパの描いた柴犬です。あ、柴犬これ。柴犬ですけど、犬はちょっと苦手なんで。あ、犬は苦手だよね。難しいよね。次。モーニモーニモーニオ。はい、では次のお題は何でしたっけ。次は今ムニオがハマりにハマってる、うん、鳥です。あ、鳥ね。鳥何描こうかな。あ、まあ鳥も種類多いもんね。まあなんとなくイメージはつくわ、鳥だったら。3、2、1、スタート。あれ、あれどんなんだっけ。どんなんだよ、鳥ってどんなんだっけ。鳥、どんなんて言われたら難しいな。お、でもこれわかるよ。これは鳥だよ。俺もできたわ。あ、すごい。早い。さすが。これ鳥でしょ。誰がどう見てもこれは鳥でしょ。いや、遅いわ。あ、遅い。あ、ごめんごめんごめん。遅いわ。はい、できた。はい。完成。はい。じいじ、また新たにできました。はい。これ何でしょう。これも完全に鳥。はい。鳥ですよ。鳥に見えるでしょ。鳥には見えるけど。ほら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 。あ、すごい。見えりゃいいんですよ。すごい。めちゃめちゃ、これ何？鳥。おー、鳥。すごい。ありがとう。めちゃ、これは？鳥。おー、鳥。すごい。ありがとう。ありがとうって無理を言って。これをあげよう。これパパの描いた鳥です。鳥。わー。いいんじゃない？鳥だ。ほら、ムニオが鳥って言ったから鳥なんだよ。うん、その赤いの何？ムニオのサイン。ムニオのサインなの、それ。へぇ、あ、すいません、すいません。関係ない。あ、ムニちゃん、やっちゃった。やっちゃった。あの、ちゃんと拭けます。これは悪い鳥。悪い鳥。これはいい鳥。いい鳥。なんでそっちにばっかり落書きするの。やっぱこっちの方が好きなんで。この絵はすごい、あの人間味が溢れていて素晴らしいって言ってる、うんうん、なんかすごい説明してるね、その絵に。人間味が溢れている。ほら、こっちにばっか書いてるよ。ほんとだ。え、黒い方にもサインしてください。ほんとに書かないじゃん。ほら、やっぱりさ、人をさ、幸せにして興味をそそられるっていうのって、なんか上手いとか下手とかないと思う。まあ、むしろそれがうまいってことか。うん。じゃあ視聴者の皆さんはどっちの絵の方がいいと思いましたでしょうか。これもコメント欄で教えてください。じゃあ次、教えてください。最後ですか。最後ですね。あ、そう、俺が言ってたキングダムの王旗描いてよ。わけわかんないね。そのお題。いや、だって水墨画じゃん。でもミニパパも一緒に描くんだよ。王旗描けるけど。うん、描けるでしょ。あんなに見てんのに。モーニモーニモーニオ。では最後、キングダムの王旗を描きます。はい、ムニパパが大好きなキングダム。これ1分むずいな。王旗はむずいね。まあ頑張る。じゃあ行きましょう、うん、はいはい、よーい、スタート。はい、できました。あ、早い早い。すごい。3、あ、はい、切らない。1、0。はい。これもコンプショーじゃん。これはこれなんだよ。これなんだよって。これなんだよって。武将でしょ、将軍。何が武将軍です。これ天下の大将軍。大将軍ですけどね。すごいね、これは。それ今初めて見たけど。ど、土偶。大きいです。あ、でもこれ確かにめっちゃ大きいだね。俺はもう公開のつもりだったんだけど。特徴捉え、でもヒゲが3本じゃん。それだ。それがあればもう大きいだったと思う、これは。それを忘れてた。こういうことね。そう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 、ヒゲが3本ついて、もうそれで完璧だと思う。
みーちゃん好きな方にサインしてください。どっちが好き？悩む？どっちが好き？あ、パパの鳥が好きなんだ。鳥が好きなんだ。パパの鳥にはね。みーちゃんこれは？大きい。大きい。おお。大きい。大きいって言ったね。さすが我が子だ。すごい、この鳥大好きじゃん、うん、皆さんはどっちの大きな方が好きですか、はい、これもコメント欄で教えてください。まあでも分かるよ、俺もバカじゃないから分かるけど、いや全然こっちですよ、全然こっちなんだけど、つまんない、あの俺が書くとこうしかならないんだよ。でもあのヒゲが3本ついたから、いや、ヒゲ3本は忘れてた正直、うん、でただ角張ってるから大きいって。そうだね、あとこの帽子あったじゃん、これ鎧ね、でこれあの兜とか、そうそうそう、あの股関節守るとかね、はいはい、これ靴ね、はい、でこれ大きな矛ですよ。あー、そっか、いや、ムニママの大きな矛がないんだ。あ、そうだね、ダメだね、大きといえばこの矛ですから。そうだね、芯が受け継いでんだから、これそうだね、それ重要なとこ忘れてた、ね、これに憧れてんだから多分俺の勝ちです。うん、だからもうこれがもう明らかじゃん、この鳥にムニオが唯一サインしてる、そういうことです。まあでもこの鳥は結構いいと思う、かわいい。なんか毛が3本あるのはなんでなの。なんか鳥って毛3本ありそうじゃん。じいじ、わかります、その意味。ニワトリだよ。あー、ニワトリなんですね。なるほど、トサカってことですね。白鳥だと思って書いてたの。じいじ、これ白鳥らしいです。ニワトリ。モーニモーニモーニオ。じいちゃんも絵描き好きなんだよね。ほら、お片付けしてくれてるわ、ほら。ありがとう、もう描くなってことか。うん。ムニちゃんと一緒にお絵描きできたら楽しいね。うん、楽しい楽しい。パパと一緒にいっぱい絵描こうね。ねえ、絵は楽しんで描くもんだと思う、本当に。その子は可愛いし、尻尾がなんか折れてるけど。で、その子は怖いけど、なんかの儀式に使う、あ、魔除けになりそう。まあ、大きだからね。うん、魔除けになりそう。その子が私結構好きで、この巻き棒の花みたいなところとか。違うんだよね。いや、ラリってる目とか。あ、違うね、俺がイメージした猫は不思議の国のアリスの猫なんだよ。あ、キャシャ猫ね。似てるでしょ。似てる似てる、可愛いと思う。なんか幸せな気分にはなる。こんな感じです。なんか壮観だね。ムニママやっぱ上手いね、はい、俺の絵はちょっと正直やっぱきついな。人の心を動かすかどうかだと思う。皆さんどう思います、この絵で心を動かされましたか。なんか子育てしててすごく思うんだけれど、今の日本ってやっぱ感性とかを磨かなきゃいけないなっていうのをすごく感じていて、だから子供のうちとかにたくさんの絵とか色とか触れさせてあげたいなっていうふうに思うので、うんうん、皆さんももし時間があったらお子さんと一緒にお絵描き楽しんでみてください。楽しかった、感性を磨こうぜ。楽しめたらいいと思う、うん、本当に。はい、では今日の動画は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。じゃあバイバイは、バイ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 。この絵が欲しい人がいたらそれもコメント欄で教えてください。はい、お待ちしてます。月額は690円でございます。1ヶ月あたり2回メンバーシップの方々限定のライブ配信、僕がムニママ、もしくは2人一緒にやらせていただきます。化粧品業界に精通するムニパパ、ムニママが皆さんの化粧品に関する相談にお答えします。明確な差別化ポイントっていうのは、皆さんから直接質問していただけるってことです。で、その質問に対して僕らがちゃんとお答えできるっていうのが一番のこのメンバーシップに入っていただくメリットかなっていうふうに思ってます。今まで化粧品業界で働いてきたっていうこともありますので、培ってきた知識っていうのを皆様にぜひご提供させていただければなっていうふうに思います。皆様が適切な自分の肌に合った化粧品だったりとか健康食品だったりとかといったものを買っていただいて、綺麗になっていただきたいなっていう思いが本当に私たち強いです。ライブとかで皆さんの肌の悩みとか聞いていたら、あ、もっとこんな商品あるのとか、あ、そのOTAで違うよとかすごく思うことがあるんですよ。そういった人たちのために何かやりたいと思ってこれを解説しました。より美しくなれるような、楽しくなれるような生活を送っていただければ私たちもすごく嬉しいです。実はもう一個あって、月1回みんなで語らいましょうっていう特典です。ライブ配信を頑張っていきますので、はい、ぜひメンバーシップに少しでも興味がある方は加入していただければと思います。はい、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ムニ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 よ、ムニよくむにゅくん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 。